それは日本史上最悪のデパート火災だった。熊本市のランドマークでもあった太陽デパート、年末商戦が始まり、買い物客でごった返す中での出荷は死者104人を出す大惨事となる。9階建てのデパート、使えるはしご車はたった1台。凄まじい煙が建物を覆い尽くす中、消防士たちはいかに客の命を守ったのか。こんにちは。1970年代、目新しいものが次々と来日し、人々は消費の快楽に酔っていた。欲しいもののためならがむしゃらに働けた時代。そんな人々の欲望に応えるように、太陽デパートも増改築を繰り返し、従業員850人のマンモスデパートになっていた。火災のあった11月29日も、早くも始まった年末商戦に客が群がり、災いの影など微塵もなかった。が午後1時15分、そんな光景が地獄絵図へと変わる。火元は2階と3階を結ぶ階段付近、積み上げられた在庫の段ボールが出火場所だったと言われている。しかも布団売り場だった3階に火が回ると、炎は瞬く間に上層階へ。そんな中、延焼中のデパートへ入ったカメラは驚くべき光景を目撃する。従業員たちが商品を運び出そうと駆けずり回っていたのだ。そして避難経路となる階段には大量の段ボール箱が。通路を塞いでいたこれらの在庫が客の逃げ道を奪っていた。しかも頼みのスプリンクラーは改装工事中のため作動せず、止めどなく勢いを増す炎と煙は逃げ遅れた客たちを上へ上へとやっていった。救助のためエスカレーターを駆け上がった消防隊員は、そこで見た光景に息を呑んだという。エスカレーターですので、階段があるからそれを上がっていけば当然上に行くものと思って、こうずっと歩いていったら、あるはずのエスカレーターの階段がないんですよね。あまりの灼熱にエスカレーターが溶け落ちていた。しかも行く手を阻んだのは炎だけではない。デパートの外から上層階を目指した隊員は、空気ボンベを背負っているにもかかわらず、あまりにひどい煙になすすべがなかった。一体なぜだったのか。実はこの時デパートは窓のほとんどを商品ディスプレイで覆ってしまっていた。そのためデパートそのものが巨大な煙突と化し、やがて屋上へ逃れた人々へと襲いかかったのだ。この煙の中に取り残された人の数、およそ100人。少しでも煙の少ない場所に逃れては、フェンスにしがみつく絶対絶命の危機だった。日本史上最悪のデパート火災。煙に巻かれた屋上には100人もの客が取り残されていたが、当時
助け出せるはしご車は県内に1台しかなかった。その任務を託されたのが園田学。着いた時にもう下から見て屋上のフェンスですね、その周りにずっと人が下から見えましたもんです。なんて言ってかわからんけど、やはり早く助けてという感じだったんですね。その時出火から19分、まだまだひどくなるはずの煙の中、屋上に向かった園田には不安があった。たった一台のはしご車に群がり、人々はパニックを起こさないだろうか。皆さん落ち着いてください、もっとはしご車が持ってこいや。園田の不安は的中する。捨てくれよ、次第にひどくなる煙に巻かれ、100人もの群衆が殺気立っていた。とその時、何もかもかしよったよ、どけよ。パニックが始まった。どけよ。屋上にはたった1台のはしご車に群がり、パニック寸前の人々。とその時、何もかもかしよったよ、どけどけ。20代の男性ですかね、女の人の頭の上とか、ね、乗ってからハスコンのとこまで来たんですよ。どけ。とっさの判断だった。危にゃ、何かちょっとおいの言う言葉聞かんと、こっから降ろさんぞ。お前だけじゃなか、ここにおるもん全員ばい、全員必ず助ける、俺は信じてくれ。彼を許したらもうあとは早もんが勝ちになるんですからですね。早もん勝ちだったらもう割れつきにてくるでしょう。だからもうあとは自分の言うことを聞いてもらうことにはスムーズにいかないもんですね。園田がリフターを使い救助を始めた映像が残っている。しかしこの方法には問題があった。往復に3分もかかり、一度に降ろせるのはわずか2人。100人を降ろしきる前に犠牲者が出るか、再びパニックが起こるのは明らかだった。しびれを切らし、自力で降りるものまで出始める始末。必ず全員助けますけ。そんな中、園田は前代未聞の決断をする。もうこれじゃとても無理だと思って、あとはもう自力で降ろそうということで。自力で降ろす、それはリフターを使わず、一人一人が自分の手足で屋上からはしごを降りることを意味していた。踏み外せば命はない、しかし全員を助けるにはこれしかない。ゆっくりでよかですか。やだ、やっぱり怖い。下は向くな。手元のはしごだけは見て降りると、死にとうなかったら絶対下は向くな。それは想定されていないはしご車の使い方だった。はしごが人々の重みに耐えられるという保証もない。けれどマニュアル通りの救助で犠牲者を出すことだけはできなかった。幼児を負った母親には消防士が寄り添い手を添えた。これがその時の実際の映像だ。救助者も残りわずかとなった屋上に、あの若者がいた。
彼は園田に近づくと、すいませんでしたって。誰ですか？僕にです。あ、そうなんですね、うん、今思うとね、彼がそういうことしたことで逆に順序よく降りてくれたから、それも人助かってもらったや、後でも見ましたね。救助開始から50分、園田はリフターを使い続けた時の3分の1ほどの時間で屋上の人々全員を救出した。焼け跡からは屋上にも逃れられなかった多くの遺体が。デパートなど大型施設のスプリンクラー設置義務が大きく見直されたのは翌年のことだった。